こんにちは。今回はトヨタ生産方式が日本でなぜ普及しないのかについてお話しいたします。この動画では、トヨタ生産方式が日本で普及しない原因と考えられる日本の経済、文化、そして経営スタイルについて考えてみたいと思います。トヨタ生産方式 TTS とは、トヨタ生産方式、略して TTS は、トヨタ自動車が開発した独自の生産管理システムです。このシステムは、1940年代後半から1950年代にかけて、トヨタの創業者である豊田佐吉の息子、豊田喜一郎と主任エンジニアの大野太一によって開発されました。このシステムは、大量生産から多品種少量生産へ、市場のニーズが転換する中で、生産を効率的に行いながら、品質も確保するという目的で設計されました。TPS は、ジャストインタイムと自動化という2本柱により構成されています。ジャストインタイムとは、必要な部品を必要な量だけ、必要な時に生産、または供給する方法です。これにより、在庫コストが削減され、効率が向上します。自動化とは、機械をそのまま使うのではなく、機械に作業者の知恵を付け加えることを指しています。これにより、異常が起こった際に、機械が自動的に問題を検出し、その場で停止することで、品質の確保と無駄の排除を行うことを指しています。単なる自動化と区別するために、人弁のついた自動化とも呼ばれていたりします。TPS では、無駄、ムラ、無理の 3M を排除することが重要です。特に無駄を省くことを重視していて、無駄を8つのタイプに分類しています。8つの無駄とは、1、作りすぎの無駄、2、不良の無駄、3、加工の無駄、4、運搬の無駄、5、在庫の無駄、6、動作の無駄、7、待ち時間の無駄、8、何もしない無駄です。そして、それぞれの無駄のタイプに応じた対応をシステムに組み込んでいます。TDS は、すべての経営者を含めた従業員に、絶え間ない改善を求める、改善の精神に基づいています。どんなに小さな改善でも積み重ねることで、最終的には大きな成果を生むという考え方です。TTS は、単に、効率や生産性を高めるための手法ではありません。作業者の知恵や手のスキルを最大限に活用し、人間が主体となる生産システムを目指しています。TTS の根本哲学には、旗を楽にするという考え方があり、ここで言う旗とは人間のことを指しています。つまり、旗を楽にしない仕事は、すべて無駄であり、すぐに旗が楽になるような改善に取り組まなければなりません。TPS は、トヨタ自動車だけでなく、世界中の多くの企業や業界に影響を与えています。リーン生産方式、シックスシグマ、アジャイル開発など、多くの現代の生産経営手法に、その原点を見ることができます。同族経営とプロフェッショナルマネジメント。日本で TPS が普及しない一因として、経営スタイルの違いがあります。日本は同族経営が多く、これが TPS の導入を妨げていると言われています。同族経営の特徴としては、企業文化や伝統が守りやすいです。これは、経営者が家族であるため、短期的な株主利益よりも、長期的な成長を重視する傾向があるからです。その反面、変革への抵抗が大きく、既存の方法や文化に固執する傾向があり、新しいシステムや方法論を導入する際に抵抗がある場合が多いです。日本に同族経営が多い理由としては、日本はかつて資本市場がそれほど発展していなかったため、企業が資金を調達する主な方法は銀行融資でした。そのため、株主に対する責任よりも事業の継続と成長が重視されました。一方で、プロフェッショナルマネジメントの特徴としては、経営者に対し、定期的なパフォーマンス評価があり、頻繁に経営者が変わることも多いです。そのため、短期的な利益や効率を重視しがちで、経営手法も柔軟に変える傾向があります。したがって、プロフェッショナルマネジメントの企業では、新しい経営手法や技術を積極的に取り入れる文化があります。トップダウンとボトムアップ。次に、日本で TPS が普及しない一因として、経営の意思決定の違いがあります。経営スタイルには、トップダウンとボトムアップという2つの異なるアプローチがあります。トップダウンの特徴としては、
経営者や上層部が全てを決定し、その指示が下層部に伝えられ、少数の人が決定するため、決定が早く効率的に行動できることが挙げられます。このことは、変革の難しさにも通じ、上層部が新しい経営手法に消極的であれば、その手法を取り入れることはできません。一方、ボトムアップの特徴としては、従業員が意見やアイデアを出し、それが上層部に届けられ、多くの人が参加するため、多角的な視点やアイデアが出ることが挙げられます。その結果、新しい手法やアイデアを受け入れやすい文化の醸成に寄与し、変革が容易になります。まとめ、この動画では、トヨタ生産方式 TPS が日本でなぜ普及していないのかについて考察しました。主な要因としては、日本特有の同族経営スタイルとトップダウン型の意思決定が挙げられます。これらの要素が、新しい経営手法や生産システムの導入に制約をかけている可能性があります。しかし、TPS のような効率的なシステムは、経営スタイルに関わらず、多くの企業で有用であるため、その普及に向けた努力が必要です。今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。